プレゼンテッドバイ一本満足バー、 e バトルオフポケットモンスタースカーレットバイオレット決勝トーナメント。皆様本日もよろしくお願いいたします。お願いします。ということでここからは見事予選リーグを勝ち上がった4名の選手を決勝トーナメント表とともにご紹介してまいりましょう。まず準決勝第1試合を戦うのは B ブロック1位で抜けた膨大な対戦履歴から導き出されたビリカ節構築で決勝トーナメントへ、とにかくビリカ選手。そして対するは相手に合わせた変幻自在なバトルスタイルで決勝トーナメント進出を決めました、シグマス選手となっております。ビリカ選手はもう強かったです。はい、どういうところが強かったですか？ピリカさんといえばみたいなパーティーがあるんですけど、はい、その中身をちょっと人によって対戦によってちょっとずらしてってくるのがちょっと嫌でしたね。あ、このズレがね。ズレが。そしてバンビーさんいかがですか？そうですね、僕もピリカさんと対戦したんですけど、はい、勝ったんですけど、まあ、言って言ってね、嫌な言って取ってきて結構苦しい試合だったかな。強い勝ったです。はい、ありがとうございます。そして江澤さんいかがですか？そうですね、ちょっと自分の対戦はもう自分が弱すぎてゲームになってなかった感じがあったんで、でもシグマさんも完璧な立ち回りで、やられてしまったのでさすがだなって感じですね。ありがとうございます。そしていろはさん。僕シグマさんに勝てたんですけど、まあ、でもランクマッチとか見てると本当にこだわり抜いた自分の構築をその使ってる印象があるんで、シグマさん節をここでも見れたらいいなというふうに思います。ありがとうございます。そして準決勝第2試合はA ブロックを1位で通過した、自分のバトルスタイルを崩さず相手のペースを崩しまくり予選リーグを全勝で終えました、クロコ選手となります。対するは B ブロックを2位で抜けました、相手の意表をつくポケモンを選び目標を達成するための鋼の心を携え勝ち上がりました、インゲン選手となります。皆さんに戦った感想も聞いていきたいんですが、切内さんいかがでしたか？インゲンさんと戦わせていただいて、はい、まあ、無事自慢のポケモンにボコボコにされたんですけど自慢のポケモンたくさん用意してきてると思うんで、はいはい、次の対戦でも見せてほしいです。ありがとうございます。そしてバンビーさん。そうですね、僕もインゲンさんの自慢のポケモンにボコボコにされたんですけど、まあ、インゲンさんなんかその僕たち全員用の相手のブロックの人たちも含めて、はい、全員用にパーティーを用意してきたというところで、まあ、相当多分メタとかも張ってきたんじゃないかなと思うので、まあ、そういうね自慢のポケモンでもクロコさんをボコボコにする姿を見たいですね。思いを背負って戦っていただきましょう。頑張ってください。そしてエーゼルさん。そうですね、クロコさんとの対戦は、まあ、ちょっと自分悪くて負けちゃったかなっていう感じではあったんですけど、運が良くなった後の立ち回りが完璧すぎて、もうどうあがいてもひっくり返らない試合内容だったら、でも、もう本当にさすがだなっていう感じです。そしていろはさん。はい、僕もクロコさんには負けてしまったんですけど、はい、まあ、印象としてはなんか硬いサイクル構築を持ってくる印象で、まあ、そこをインゲンさんがどう崩すのかみたいな、そこの攻め合いが楽しみかなというふうに思います。ありがとうございます。皆様がね今お話しさせ、お話しいただいた戦いはもうすでに動画に上がっておりますので、そちらも合わせてご覧いただけますと幸いです。第一試合は改めましてピリカ選手 VS シグマ選手となっております。そして今回かけていただくフレーバーはこちらとなっています。じゃじゃん、シリアルホワイト。今までと違っていろいろなフルーツが入っている、かなりねジューシーな味わいがしそうですが、この味はやはり準決勝を戦って勝った方に食レポをお願いしたいと思います。それでは早速始めてまいりましょう。対戦準備お願いします。イエスさんいないねピリカさんの構築はイエスさん入ってないですね。ピリカさんといえばイエスさん、オーニューラ、鉄の頭っていうイメージありますからね。結構持ってきたの刺さってる感じがしますね。ピリカさんのパーティーがどういったパーティーなのかがあんまり見えない。いや、これでもどっかでピリカさん使ってて、これベースを。あ、そうなんですか。その時がスカーフランド、ウーラオスが確か電気テラスベースとかで、モロバレルとかサイクル回す系だったかな。なるほど。シグマさんサイクルなのか、微妙なんか難しいですね。スカーフラオスってサイクル系だけど、対面系の直帰ガチグマだったりタスキパオジアンがいて、うん、でところなんでなんか
難しいっすね。難しい。ウーラとラティアスでなんとなくサイクルはするんだろうなっていう感じだけど、まあ、他が一応ストッパー要因が多いのかなっていう。今回もピリカ選手の画面はですね、撮影の環境上見れなくなっているのでご了承いただけますと幸いです。ここを勝てばあと1勝で初代チャンピオンの座獲得となります。それでは e バトルオフ準決勝第1試合バトルスタートです。これはもしかして両方シグマさんはスカーフ、HP がちょっと多い、耐久振ってるのかな、耐久ってそうですね。まあ、最近だとね結構耐久に振ったスカーフ連撃ウラオスとかもメジャーになってきてるんで、スカーフウラオスってミラーに、おっとこれはミラーということですかね。このミラーめちゃめちゃ難しくないですか。なんかトンボ返り、スマイルさん負けた方が強い時の方が多いですよね。トンボ返りとかはね、後頭からスカーフを見てから出してる。5つ目じゃない、じゃないこれ結構サーフ号です。あ、まあでもテラスが、なんてのテラスが鋼ではあったけど、鋼だとちょっとなんか電気の方が嬉しいかなっていう。この対戦においては鋼テラス切っちゃうと、ウーラオスの格闘技が抜群で入るようになってしまうんですけど、ただテラス切らないわけにはいかない対面、なんかメガネっぽいんだよね、なんかぽいぽい、バレルと一緒にかなんかな、そう、殴ってくる対面操作して高火力用のサーフ号みたいに見えますよね。サーフ号を突破するのが大事。そうですね。スカさんがサーフだ。サーフ。痛い痛い。あ、スカーフでしょう。なんか相手ウーロスがスカーフじゃない。あ、そうだ。あれ？じゃあラティが遅くて。あ、もしかして最速メガネとかの可能性。ああ。いや、ここ島さん難しいですよね。テラスして再生打つとね。ウーラオスが来ちゃうと、でもこれテラス切らないはさすがにちょっと、そもそもあれですね、シャドーボール打たれてたら展開変わってるぐらい結構危険な対面ではありますよね。志村さんもちょっとニヤニヤしてますからね。危ねえ志村さん、危ねえ。シャドーボール負けてた。しかも火力メガネですもんね、あれでもゴールドラッシュがなんかすげえな。ウーラオスがこれ有利になったとは言ったもの、ウーラオスを着地させるのが難しいんですよ。ネットボール打たれちゃうとウーラオス倒されてしまうんで、サーフ後に打たれる攻撃技はかなりミストボールであろう確率が高いので、ね、ただトドロク突きどうなんでしょう。でもこの側引き、この側引きっていうのがミソですよね。いやそうだよね、そう、え、完璧だな。いやもう上手すぎる。何かが通る理論で組めてますね、攻めの相性のいいポケモンたちで。これうまいな。しかもハチマキですよね、これ多分。多分ハチマキ。まあハチマキサイクル系の構築かつっていうところで。いやこれ一回はたきレッドカード落としちゃうから。痛い。すごいいいダメージが。さすがにハチマキです。どうすんだこれ。ウーラスのスカーフ落とすわけにもいかないですからね。抱かれるとレッドカード発動しない。これはどうする。選出がもう綺麗に、その3体に対して強いやつをちゃんと合わせられてるっていう。多分どれがテラスタルされても何かが対応できるようになってて、綺麗な戦い方というか、テラスタクを起こさせない。俺は選出綺麗にはまってる感じだな。ウーラオスがこだわってしまってるんで、例えば格闘技打ったらサーフ号がもうっていうところでもう かなり難しいですよね、シグマさんに。サーフ号出してないよな。あれけどちょっと水流入るのは落ちはしないけど、合わせたのは結構でかい。そうですね、耐久振ってなさそうだから、ラティアスもお荷物感があるから、もうウーラオスで全部、そうですね、行くしかない。もはや突っ立ってもいやそうなんです、大丈夫っていうレベルで、はたきプラススカーフ落とすプラスウーラオス削ったらインファイトが一貫するとかいうプランもあるので、シグマさん側のウーラオスがラストでインファイト連打してると、リカさん側のウーラオスの上からインファイトで倒されちゃうから、いやこれもう積んで
けるのか。そう、なんか最後削ったものの全員ロックができてるというか。ウムラオスが奇跡的に、まあ、奇跡的にでもないか、同速でなんか上から急所当てるとか、うん、まあ上から急所当てるとか、ちょっと削ったら落ちないですもん、まあ、あでも毒で削れるから。でもまだピリカさんテラス残ってるからな。確かにテラスもちょっと残ってる。圧倒的すぎてテラスの方が忘れました。まだテラス残ってるじゃん。さすがに関係あるテラスになることは、まあでもトドロック付きが毒だったり、毒ヘアリーあたり、毒は結構最近増えてる。蜂の木毒テラスは最近いますよね。一貫する技をもうテラスがあるおかげで作らせてないよっていう、うん、ピリカさんここ引いた場合は鋼なんだろうなっていう話になってくるんで。いや、シグマさんもう刺してる。もう悪と剥がれじゃないんだっていう。あ、毒なんだな。毒、フェアリー、ゴーストあたりですかね。一応。一応、だいぶ一応だけど。まあ、こっからその、ピリカさんの動きとしてありえそうなのは。シグマさん勝つんだったら、鋼テラスのトドロクス。悪。足巻き悪も一応いる。まあそれだったら絶対切ってるから。いや、そうもう完璧な立ち回りで。もうシンパさん置いてる。まあ、もうすべて終わりだ。このターンで終わりだ。いやーフィアリーか。まあ。素晴らしい。いやもう完璧すぎる。これは完璧でしたね。いや。あっぱれだ、ね。あっぱれ。あっぱれ。これは返してラバスト。容赦ない。全部タク負けた上で勝ったんです。そう、全部タク負けた上で、あのシャドーボール打ってたらもう秒でぐちゃぐちゃになったっていうところを負けた上で全部勝つ。やったー。ありがとうございました。嬉しい。さあ、準決勝第1試合勝利を収めたのはピリカ選手となりました。それではお二人に感想を聞いていきましょう。まずは勝利したとにかくピリカ選手、いかがでしたか。いやー、ハチマキ、トドロクツキとサーフゴの並びがすごく刺さってるように見えたので、そこがね、うまいことを通せてよかったと思います。ありがとうございます。実況ブースからは拍手喝采でしたよ。いやー、よかった。もうすごく嬉しいです。ありがとうございます。そしてシグマ選手、いかがでしたか。いや、ウーラとサーフゴがどちらともこだわり分かった時点で、まあ、ラス1クッションで、まあ、バレルいないだろうからランドなんかなって思って、でラティで結構強気に対面作れたからいけるかなって思ったら、まさかのトド突き出てきて、いやそれはもうちょっときついかなといった完敗ですね。ありがとうございます。さあ、熱い準決勝のバトルの末、勝者はピリカ選手となりました。1本獲得ということで、1本満足バーを食べていただきたいのですが、今日はですね、ピリカ選手こちらのスタジオから参加ではないので、シグマ選手に今回のシリアルホワイトを食レポいただきたいと思います。よろしくお願いします。いいんですかね。おいしそう。シリアルホワイトですね。甘いもの結構好んで食べるんですけど、甘すぎもせずでもホワイトチョコ感がしっかり残ってて美味しいです。どうですか、シリアルホワイトということで、いろんなこうドライフルーツのようなものが入ってますけど、感じます、食感とか。食感もほのかに香ってなかなか良いと思います。負けたにもかかわらず幸せそうな、ね、笑顔になれるのが一本満足バーでございます。ありがとうございました。さあ、改めましてトーナメント表を確認してまいりましょう。こちらとなっております。とにかくピリカ選手が決勝に進出いたしました。次回はクロコ選手 VS インゲン選手の対戦となります。次回の動画もお楽しみに。